おはようございます。 JR 大宇本線、こちらは本線の方ですね。貨物線ではなく本線の踏切でございます。すでに鳴動中です。飯田踏切って書いてますね。ちょっと勾配になっていますが、はい、大宇線の飯田踏切です。右から列車が来るというふうに表示器が示していますね。大宇線の、上飯島と、筒崎の間にある踏切になっています。右から列車の走行音が聞こえてきました。まもなく列車が到達します。はい、701系列車が通過していきました。はい、では踏切開放です。ではですね、ちょっとこれだけでは踏切の動画短いので、踏切の紹介、撮影をしながら紹介をしていこうかなと思ってます。こちらナンバー10って書いてるけど、多分これ秋田駅からの数字なのかな。ね、福島起点306キロ961というふうに、説明が出ています。でこちらが、いわゆる一つのお願い看板ですね。はい、筒崎駅の構内にあるからかい、線路が3本ありますね。真ん中は使用頻度が低いっぽいですね。いわゆる中線ですかね。こちらが青森方。あっちにも踏切あんな。ただちょっと。当初9時15分頃にですね、出る、土崎から出る、下り列車に乗ろうかと思っていたんですが、もうもはやどうでもよくなってきました。来た電車に乗ろうという感じですね。令和6年の9月27日、時刻は9時を回ったところで、坪井のりおさんの番組が始まりました。毎朝お届けしている令和6年9月であることを強調するメッセージが流れています。ね、坪井のりおさんといえば69ですからね。さあ、ね、目が見にくいんだよね。この動画録画始めて何分なんだろうな、よく見えないな。はい、ちょっとあっちの踏切も見てこようかな。せっかく時間もあるし、すぐ行けそうなんで。では飯田踏切からお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございます。続いて秋田県の他の踏切も見てまいります。ありがとうございました。はい、令和6年の9月27日の秋田県、これなんて読むんだろう。ちょっと読み方はですね、後で字幕で説明いたしますが、筒崎駅から2つ目の踏切、秋田を起点にして11番目の踏切になっています。意外とね、通行量多いんですよ、ここ。またあれですね、秋田方向からの列車が、あ、これなんだろう、あ、貨物だ。
これは土崎駅を停車しないのでやたら早いですね。はい、では踏切開放です。ここはこの先の信号が赤になると詰まり気味になるんですね。ここ何、左に曲がろうとしてるのか、この、あ、これあれか、ゴミ集積車か。ではですね、踏切ちょっと渡っていきましょう。この踏切、これ虎毛山って読むのかな、それとも虎毛山って読むのかな、なかなか興味深い名前の踏切ですよね。あ、ここにもあった、振り仮名は振ってないな。では踏切渡りましょう。ここも中線が、あ、この先のポイントで合流してますね。虎毛山、虎毛山、それともなんかね、音訓入り乱れてるのかちょっと分かんないですけど、この先セブンイレブンがありますね。うまくそれるかな。さあ反対側に渡りたいんですが、ちょっとこれ怖いなあ。渡れるな、よいしょ。少し線路が高台にあるので踏切の前後がこう高くなってるっていうのが特徴なんですかね。高くなってるというか坂道勾配になっているという感じですね。さあ、あ、ここの方が写真撮りやすいね。ちょっと振り仮名は分かんないですね。では当たりましょう。先ほどの動画ではちょっと触れなかったんですが、今朝のニュースで言うと大きいのは袴田事件、いわゆる袴田事件、やだよね。だって無罪になった人の名前を使って事件とかなんとか言われたら、いや、あ、これも一応踏切設備なんだね、虎柄の。さてさて、あ、これ怖いな、この車。あ、また鳴った、また鳴った、ちょっと見ていこう。奥羽本線の虎毛山、虎毛山、わかんねえな。はい、JR 東日本奥羽本線の踏切になっています。で、そう、袴田事件ね、結局、証拠、おそらくあれ証拠不十分なんだろうな、証拠不十分というか捏造ってはっきり言ってましたもんね、裁判長が。その裁判長のおっしゃるには、おお、怪我せんだ。裁判長がおっしゃるには、まあどう見たって無罪だろうということで、まあね、50何年いつ死刑になるか分かんないような状態で拘置所に投獄されていたと、もうかわいそうである以外な、でしかもそれでやってない、無罪でしょ。で、確か一生懸命支援されておられたお姉さんなのかな、妹さんなのかな、が91歳ってことは、元死刑囚さんは相当なお年だってことですよね。人生ほとんどそれ費やされてたっていうことでしょ。まあまあ、まあ、本当に、
無罪の人の名前を冠しなければいけないという、まあこれも今後変わってくるのかもしれないですけどね。逆に検察警察は捕まらないんですかね。人の人生は何だと思ってるんだって感じですよね。これは良かったでは済まされないよね、うん、まあ世の中冤罪とか偏見とかっていうのは非常に多くて、うん、ね、その象徴的なものがあのサザエさんのキャラクターでいうとこのカツオくんなんですけどね。カツオくんもだいぶ冤罪で怒られてたでしょうけど、実際やってないってことが多かったりしてですね。さてさて、袴田さんの話はちょっと終わりにして、先ほどの飯田踏切に戻ってまいりました。飯田踏切と、先ほどのちょっと難読踏切はこれぐらいの距離でございます。それまでにですね、奥羽線の貨物支線の線路も見てまいりました。見てよく分かったのが、あれ JR 東日本の資産じゃないのかもしれないですね。ちょっとよく分かんないので、これはよく調べてから、いろいろお知らせしようかなと思っています。はい、ではですね、飯田踏切と先ほどの難読踏切の紹介動画でした。ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。